クレイジー、クライマーとは1980年に日本物産が稼働したアーケード用盾スクロールアクションゲームである。クライマーが命綱なしで超高層ビルを登るというゲーム内容でレバー日本仕様という操作形態をとっている。2周目の難易度も同じ完全4面ループ性2本の8方向レバーはそれぞれが両腕の動作に対応している。 上下に倒せば、それぞれの腕を上げ下ろしし、左右に動くには、両方のレバーを同じ方向に倒す。両レバーを外側に倒すことで、腕を広げることもできる。日本物産の子会社である紐のレジャーシステムと、ジョルダンの共同開発作品であり、ゲームデザイン及びグラフィックは、藤原茂木が担当している。後に、ハムスターが権利を受け継いでいる。 アップライト筐体の低下は68万円、テーブル筐体の低下は58万円。北米では、あたり2600、アルカディアなどの家庭用ゲーム機に移植されたほか、日本では、ファミリーコンピュータ、X68000、ワンダースワンなど、パソコンや携帯型ゲーム機にも移植された。アーケード版は後にスーパーファミコン及び、プレイステーション用ソフト、 日物アーケードクラシックスなどのオムニバスソフトに収録されたほか、2010年には Wii 用ソフトとしてバーチャルコンソールアーケードにて、2014年には PlayStation4 用ソフトとしてアーケードアーカイブスにて、2018年にはニンテンドース o Switch 用ソフトとしてアーケードアーカイブスにて配信された。ファミリーコンピュータ版は2014年に Windows 用ソフトとして プロジェクトエッグにて配信された。また、携帯電話用アプリゲームとしても2001年に J 本用として配信された。2本のレバーを用いて、クライマーの両腕を操作する。左レバーが左腕、右レバーが右腕に対応し、レバーを倒した方向に腕を伸ばす。クライマーが登るビルは、窓が格子状に並んでおり、 開いている窓枠に手をかけることによって左右及び上方向に移動ができる。ビルの1階の高さはクライマーの身長の半分ぐらいであり、窓に手をかけた状態で腕を下ろし切ると体が持ち上がって上の膝端の窓枠に片手が届くようになる。腕を下ろして体を持ち上げてどちらかの片腕で上の膝端の窓枠に手をかけてさらに体を持ち上げる。 という動作の繰り返しでビルを登っていく。肩叩きのようにリズミカルに左右交互のレバーを上げ下げすることで素早く登ることができる。しかし動作には若干のタイムラグがあり腕が十分に伸びきってから上げた腕を下ろさないとジタバタするばかりでうまく登ることはできない。また窓枠に両手をかけている時に両方のレバーを左や右に倒すことによって左右に移動が可能。 一列の窓枠に沿って登っていくのが基本だが、両腕を広げることで二列の窓枠にまたいで登ることもできる。ビルの窓はランダムに開け閉めされていくので、閉じている窓や閉まろうとしている窓を避けるために、臨機応変に登り方を変える必要がある。プレイヤーは開いている窓にしか手をかけられない。手がかかっている窓が閉められても手を挟まれることはないが、手をかけている状態が解除されてしまう。 窓が閉められたことによって、どこにも手をかけていない状態になると、支えを失い転落して、ミスとなってしまう。登る、動作の最中は、片手しか手をかけない瞬間があるため、閉まろうとしている窓を使って登るのは最も危険である。道中では、ビルの住人から物が落とされるほか、様々な妨害がなされる。詳細は、フィーチャーを参照。 植木鉢や鳥の糞などの落下障害物や、キングゴリラのパンチがクライマーにぶつかった時、片手しか窓枠に手をかけていなかった場合は落下してミスとなってしまう。両手を窓枠にかけている場合は落下せず耐えることができるが、ひるんでしまい、どちらかの手が窓枠から外れてしまう。両方のレバーを窓枠の方向に倒しているとすぐに手をかけ直すため、 連続で当たっても耐えられるが、二つ以上が当たった、タイミングがほぼ同時だった場合は、手をかけ直すのが間に合わず落下してしまうことがある。ステージのスタート時は1万点から4万点のボーナスレートを持っており、一定間隔及び落下物に当たって一回耐えることに、100点または200点ずつ減っていく。ただし加減があり、一定得点以上は減らず、 加減まで減ってもミスになるなどのペナルティはない。200階建てのビルを登り切り、屋上で待っているヘリコプターに手をかけると、ステージクリアとなる。クリア時には、残りのボーナスレートが、ボーナス点として点数に加算される。しかし、屋上到達後一定時間ヘリコプターに手をかけずに、飛び去った場合は、クリアとして、次のステージには進めるものの、登聴失敗とみなされて、 ボーナスレートの加減分のボーナス点しか得られない。サンプリングボイスによる合成音声が使用されており、落下物に当たった時のいて、一定時間登らずにいる際にかけられる、頑張れや、転落時の、ああ、などが用いられている。ビルの玄関には、社名が書かれており、一面から順に、日本物産先物レジャーシステム、日物 USA、日物 UK となっている。 以下の状態となった場合、クライマーがビルから転落してミスとなる。このゲームには多数のバグ技が存在する。本作は多種多様なプラットフォームに移植された。オリジナルとなるアーケード版では開始直後に流れる BGM、小僧の更新をはじめ様々な曲が使われているが著作権料を払っていない。このため移植版では X68000 版のようにジャスラックから楽曲使用許諾を受けることもあれば、スーパーファミコン版の日物アーケードクラシックスのように曲そのものを似た曲に差し替えられることもあった。1991年にそれまで稼働されていたアーケードゲームすべてを対象に行われたゲームスト、読者の人気投票によるゲームストムックザ・ベストゲームでは44位を獲得した。 また、1998年に、それまで発売されていたアーケードゲームすべてを対象に行われた、ゲームストムック、ザ・ベストゲームにでは、名作、終作、天才的タイトルと認定された、ザ・ベストゲームに選定され、同書では、ツインレバーでの操作方法が、画期的であったことに触れ、スムーズな人間的な動きをするとゾッとするほどであった、と、 キャラクター動作に関して肯定的に評価したほか、同じ場所に居続けると発生する、頑張れという掛け声や、落下する際の、ああという声に関して、非常に印象的と述べた。また、登っている、際の効果音や鳥が飛来する際やゴリラの出現、偶然に捕まった際の曲に関して、実にいい味を出していたと、音楽や効果音に関して肯定的に評価した。 ライターの杉原森幸はゲーム文化保存研究所のウェブサイトに寄せた記事の中でクリア時のジングルに工夫を凝らした例として本作のアーケード版を挙げており全4ステージで異なるジングルを用意したことでプレイヤーが次のステージをクリアした時の達成感がさらに高まる粋な演出だと評価しているゲーム誌ファミコン通信のクロスレビューでは合計25点 ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており15.53点となっている。ゲーム誌ファミ通のクロスレビューでは6、5、6、6の合計23点。レビュアーはワンダースワンのボタンはこのゲームの操作形態ために配置されたかのようだと述べた。レビュアーは操作性の悪さや 新ステージのアレンジ度合いの低さを指摘しつつも、AC モードはほぼ再現されているため昔のゲームを楽しみたい人向けだとした。エポックエルスピリッツクレイジークライマーアムニゲーム。ありがとうございます。